写真、の胸の写真です。横向きの胸、横向きのお腹、一番最後こちら仰向けのお腹です。まずここからいきますと、頭がこちらでね、これ前足です。そう、これが胸です。その胸の大きさに比較してこれが心臓だけど、ちゃんと心臓レントゲンで見るとちょっと大きいかなと思いました。ただハイヤーはまあ微妙だよね。呼吸がちょっと早いからさ、なかなか分かりにくいんだけど、でこういうのなんか白い塊がありますよね。これは異常ですよね。そうやって思うとここにもなんとなくちょっと白い塊っぽく見えますね。だからこれは一番最悪のこと言うと、なんかそういうしこりが胸の中にあるのか、もしかしたらこういうところに炎症が、肺とか気管支に炎症があるのか、なんか問題があると思います。で次、それで横向き。横向きはこれが胸で、これが心臓です。で、こういう、ここに気管が見えるんですけどね、黒い管が見えますけど、気管。で、まあ、ここから先はちょっと分かりにくいけど、気管支があって。これは血管です。はい、大動脈。心臓から全身行く血管。で、この横向きで見ても、正面で見ても、全体的にね、タイヤがやっぱちょっと白いいかな。ただね、この難しくてね、僕らだと息を吸って肺止めてガシャで取るじゃないですか。猫ちゃんってそれできないですよ。でましてや呼吸が速いか、私が見ててさ、一番息を吸ったなと思うところでガシャッと押すわけなんですけど、なかなか最大吸気時では撮影できないんですよ。ましてやちょっと速いもんですから。だからそうすると息を吸って、吐いた時だとどうしても白っぽく見える。肺はね、特にこっちなんかそれっぽいんですよね。胸の胸郭がちょっと狭くなってるから、吐いた時に撮影されてるからちょっと白く見えるかなと思います。こちらの方はまだ吸気時に近いかなと思います。だからこちらに比べるとまだこういうところの方が、これでも 肺は黒っぽく見えてるんですけど、これだけではちょっと肺炎があるとかないとかじゃなかなかいいね。続いてお腹。お腹がですね、これお腹ですね。これ分かります？分かりたい。ここに塊があるじゃないですか。これウンチなんですよ。実物大の大きさ、こんな太いんです。でここにウンチが溜まってる。だから最後にウンチしたのいつなのかなと。だからお母さんに一回確認してもらった方がいいですね。最後いつウンチしてるか。だからこれから先もいつ出るかどうか。これはちょっと横向きでこれですね。で正面で見ると、もうちょっと聞いてください。これが上でね、こっちが上でね、これ血腸に溜まってるうち、すごい溜まってるでしょ。太くて便秘してます。でこんなに普通は猫ってこんな太くないから、血腸はだからこういうのを巨大血腸症って言って、こういう子は便秘しやすい。だからこういうとこの黒いのはガス、ここにもガスが溜まってます。多少はガス溜まってもいいんですけど、ちょっと多いかなと思います。で、ここに胃に朝ご飯少しは食べたんですね。ゼロではない。それとも今朝は何も食べてない？食べてると思うんですけど。多少は食べてるんですね、じゃあ。そうすると、じゃあそれが入ってて、胃があってこの辺が十二指腸だから、この辺にが膵臓があるところなんですよ。そうするとこういうところにガスが多いと、十二指腸とかにガスが多いと膵臓、膵炎があったりすると、そこにガスが増えてくると一般的に言われる。膵炎があってもお腹痛い、だから食べたくなくなる、そういう症状は出ます。だからレントゲンは、まあ、今の言ったことをまとめると、ちょっとだけ心臓大きいかな。肺は微妙だけど、なんかでも正面で見るとちょっと白っぽいところが2箇所あるなと。でお腹は、胃には食べ物が少しだけ入ってるの。だけどちょっと腸のガスが多いのと、あと結腸、大腸って盲腸があって、上行結腸、横行結腸、下行結腸で直腸なんですけど、最後の方の結腸にすごい宿便が溜まってると、便秘してるかなというような便の溜まり方をしているということですね。